そうこうそこそこラジオ確かに何のためにっていうか果たして最下位までしっかり順位を決める必要というか何のためにやってんのかなってちょっと思うところが個人的にはあるのはあったりしますね。 どうも、関西で喋り手などをしております宗光と言います。そこそこラジオというわけで、今回は都道府県魅力度ランキングの底がです。今年は群馬県の知事が、昨年は栃木県の知事ですね。このランキングに対して怒っているというか、意を唱えておられますが。 その気持ちがわからなくもないなって思ったりするんですけどというのは都道府県魅力度ランキングの魅力度ってどういうところまでを含むというか定義が広すぎるんじゃないかななんて思ってこのランキングを発表している会社が。 株式会社ブランド総合研究所というところなんですがそこの説明によると「魅力度とは地域のブランド力すなわち地域の魅力を数値化する指標」とこの説明もよう分からんんですけどね「魅力度とは地域のブランド力すなわち地域の魅力を」って魅力2回言ってるだけでもう少し具体的に言ってもらえたら何か。 住みよさとかのランキングはね物価であったりとかその治安であったり手厚い手当とかそういうことでも変わってくるし観光地の魅力ランキングで観光だけで言うんであれば確かに下の方の。 ランキンキグが下位の県は観光的には魅力がそんなないのかもしれないですけどもまあその人それぞれ例えばねサーフィンする人にとっては海がある県がものすごい魅力だしね山が好きな人にとってはすぐ近くに 登りに行ける山があれば魅力だろうしっていうことでまあそんなのはもちろん分かった上でのランキングだと思うんですけどもその昨年のランキングで群馬県の知人がおっしゃってたのがあのわずか7点差の中に25件ある。 去年は23位の大分県から47位栃木県までの間が7点でこれはあの統計学的には誤差の範囲内ぐらいだということを主張されてたんですけどもなのでこうしっかり47位までつけずともそれこそもうトップ10だけの発表とかにしておけばトップ10入りを目標に ね、他の県も今後魅力度を上げようとされるかもしれないですしいやいやうちは茨城県のようにもう最下位でまた戻ったかなんてこう笑い飛ばすようなそういう、ね、魅力もあると思いますしなんか誰のためにとか何のためにこれ47までしっかり。 ランキンキグにしててんのかなって確かに住んでる人からとったら魅力度が低い県って言われたら気分がいいものではないと思いますしね。で僕はですね一応日本全国の全ての都道府県行ったことがありまして主に。 原付ツーリングなんかで訪れたんですけどもそのツーリングにおいてね確かに最下位の茨城県とかはその僕が行きたいと思うような立ち寄りたいと思う観光地的なところはあまりなかったかなっていうのはありますね。茨城県でおここががそうかと思ったのが 鹿島アントラーズのスタジアムの横通った時にああここなんやって思ったのが一番だったようなそれぐらいだったので僕的にはですよその神社仏閣とかが訪れるのが好きだという人にとっては魅力的なねそういう神社お寺とかがあるのかもしれませんが。 うん、なのでそ本当人それぞれだと思いますね。なんでこの県がこんな下なんやと思う県もあればこの県そんな上かって思うのもありますしね。で1位は毎年のように13年連続か北海道ということなんですけどよくあの北海道の大きさを表すのに他の県が。 10個ぐらいい入ってるパズルみたいなやつあるじゃないですかそりゃそんだけ広かったら魅力もたくさんあるんじゃないかなとも思いますしねまあ単純な発想ですけども、うん、なのでそのなんかブランドブランドってなんか。 魅力度とは地域のブランド力ブランド総合研究所やったかな会社は。うんブランドねまあブランドが好きな人ブランドにそこまで興味がないまああのなんか名前よりもね その使い勝手とか質いろいろあると思いますがまあそういうブランドが好きな人にとってはこのランキングがあの次どこ旅行行こうとか引っ越しするならとかに役立つんでしょうかねまあでも本当住めば都とはよく言ったもんでね本当に。 ずっと住んでるところが自分にとっては魅力的だと思うかなといや一瞬大都会が魅力的に見えて出ていってもまたね戻ってくる人も多いという県はそれだけ魅力があるということなんじゃないかななんても思ったりします。そうこうこでしたさよならババイバイ